皆さんこんにちは、助産師のしおりんです。つくしです。ということで今回は我が家の補活が一応終わりました。お疲れ様です。お疲れ様ですというお話です。今はこう結果待ちをしている状態なんですけれども、いわゆる補活というか保育園に入園するために必要な手続きっていうのは一段落したところで、まあ、書類を納め終わって、はい、今こう結果をやきもき待っているタイミングなんですけれども、コメントでね、視聴者さんとかから補活どうするんですかとか、どんな風にこうやってたのか教えてほしいですっていうコメントいただいたりしたので、まあ、そんなにこうちゃんとねやったっていうか、まあ必要なことをただやったぐらいのそんなに気合い入ってる感じではないんですけど、参考になるところがあるのかなと思ったので、まあ、我が家はこんな感じで進めていきましたっていうことをシェアしてみようかなと思っております。とりあえず今言えることは、補活のリサーチから書類提出まで乗り越えた皆さん、本当にお疲れ様です。お疲れ様です。あれ大変だよね。本当に大変、本当に、まあ何が大変だったかっていう話をじゃあしていきましょう。はい、チャンネル登録お願いします。私たちの場合なんだけれども、シビリーヌは夏頃生まれなんですけど、0歳児クラスに来年4月に入園することを目標に、まあ、保育園探しというかしていこうというのは初めから思っていたことだったんですね。やっぱり我が家は共働きなので、まあ、保育園はなしでは生活できないだろうという思いがあり、まあ、つくし的にはね、育休いっぱい取るっていうのもありではあったんだけど、そうだね、保育園の入園はすぐにはせずに育休を取りながら近くで一緒にもうちょっと生活するのもありかなとは思っていたんだけど、ね、生活していく上では、まあ、働く必要もあるし、あとはやっぱチビリーヌがもっとその外との関わりをね、持てる機会があった方がいいんじゃないかなとも思って、保育園は通えた方がいいんじゃないかなとも思って、保育園の入園を考えるようになりました。そうね、やっぱりさ、一緒に生活してるとこんなにずっと一緒にいられることもなかなかないんだろうから、もうちょっとお家に行ってもいいのかなとかも考えるんだけれども、まあでも自分たち、まあ、私はこうね、自分がやりたい仕事がすごくたくさんあったりするから、仕事もどんどんやっていきたいという気持ちもあったりするし、もちろん家計的な面でね、働かないとっていうのもあったりもするし、まあ、あとさ、0歳で入らないと1歳とかから入るの大変っていう話もあったりするじゃない。なんか0歳児クラスからだと定員ゼロの状態からスタートするけどさ、1歳児クラスに1歳から入りたいと思うと、その0歳児クラスから入っていた子たちが上がってきて、プラスアルファの数名の数枠をみんなで狙うみたいな感じになるから大変だっていう話を聞いて、全く入れないかったら困るよねっていう話もあったんだよね。ほんと急に1歳以降になった瞬間、こう間口がギュッと狭まって、もうこんなしか入れないみたいな、ねって聞くじゃん。そう、でそれを思うと、ゆくゆく保育園に入ってほしいって思ってるなら、0歳児クラスから動き出した方がいいのかなっていうことに最終的には思って、補活をすることにしたんですよ。そうだね。そう、まずうちが何をしたかって言えば、とりあえず役所に行ったよね。そうだね、つくしが行ってくれたね。あ、そう、なんか私があれだよ、お産終わって入院してて、その間につくしが出生届とかを出しに行ってくれたんですよ。その時についでに保育園の窓口も行ったんでしょ。そう、あの出生届を出す窓口にこう行きつつ、その勢いで勢い女装そう、その勢いでこう保育課の窓口かな、みたいなところに行って、まあその年度の資料一式もらえて、で来年度分はいつから配布が開始されますよみたいなことを教えてもらえたので、一旦そのね前年度分の資料で読み込みつつ、来年度の配布が始まったらまた取りに来ようと思って帰ってきました、ね、で予習用にまずこう資料もらったんだよね、でそれをもらってまずしたことは、自宅周辺の保育園はどこがあるんだろうっていうのをまず調べたんだよ。保育園ってさ、なんやかんや言うて近いに越したことはないってみんな言うじゃん。いやそれはそうよ、だって毎日通うんだからさ、なんか友達とかに聞いてもさ、やっぱ教育方針とか、なんかそういうのももちろん大事だけど、やっぱり距離は大事だというふうに子育て中の友達とかからもすごく言われたから、自分たちの自宅からの範囲内で無理なく毎日通える範囲でどういうところがあるだろうねっていうところをこう数箇所絞って
で、こう公式ホームページとかを調べ出したっていうのが一番最初にしたことでしたかね。そうだね、うん、そういうふうにこうもらってきた資料を読んだりとか、うん、家の近所の保育園はこんな感じだなってホームページを読んだりとかしてたのが、うん、まあ、大体8月とか、うん、それくらいだったんだよ、うん、で、まあ、多くの自治体がそうだと思うんですけど、うん、書類提出が始まるのって大体秋なんだよ ね、 そうだね、11月とか10月とかのところが割と多いんで、うん、それよりも前にはこの全ての園の見学とかっていうことを済ませておかなければならないっていうことになってるらしいの見学みたいなことに対して動き出したのが9月ぐらいだったよ ね、 そうだね、うん、なんか事前リサーチ私が担当、うん、で見学尽くしが担当っていう感じだったよ ね、 ね、実動は俺って感じだった。それはお互いの得意分野なの、うん、そうだねそう、私は割とこう情報をざーっとさらうのとか、うん、パパパパってやるのは得意なんだけど、うん、あんまりデブ症なんで外に行きたくないんですよ、うん、つくしはなんかその資料を読み込むとか、うん、いろいろ調べるとかっていうのはあんまだけど、うん、行ってくるとかは全然いいんだよ。行って人と話をしたり聞いたり集めてくるのはできる、うん、そうなの、うん、なのでそこは得意分野で分けてやってました、うん、はい、なので私がそのうちの近所だったら、うん、こことこことここだと思う、これがそれぞれのサイトだっていうのをつくしに投げて、うん、行ける日に行ってくれって渡した感じだった。俺はそのホームページを見て、うん、まあ、とりあえずそれぞれどんな教育方針のどんな雰囲気の園なのかなっていうのを見た上で、うん、もう片っ端から電話をかけて、うん、保育園見学行きたいんですけど空いてますかっていうことを聞いてこうスケジューリングをしてました。そうだね、今こうコロナだったりなんでね、うん、こう中まで行けるところとそうじゃないところだったりしたんだよね。あの結構玄関前でお話をしつつ園の方で用意してもらった資料を渡してもらって、まあ、お家帰ってその資料を読んでもし不明点があったらまたいつでも電話くださいみたいなところも結構いくつかあって、コロナだからしょうがないけどちょっと中も見たかったなって思いもありましたね、うん、本当だよね、うん、やっぱそこはしょうがないとは思いつつもね、実際に通うところがどんなところなのかっていうのはちょっとね見れなくて残念っていうところもあったんだけど、うん、そうね、でもその中でこう聞いてくる情報で、うん、やっぱりここはいいなっていうところと、うん、ここはないなっていうところが、うん、だんだんこう分かってきた感じがあったよね、うんうん、なんかその聞く内容、園に見学に行った時にどんなことを聞いてくるかって最初全然見当つかなくて、うん、そしたら友達のちょっと子育て先を行っている、うんうん、家族がいるんですけど、うん、その家族が保育園見学をするときに作ったチェックリストみたいなのがあって、それを紙それを分けてもらったんですよ。それを元に自分なりにこう整理して追加したりとかしつつ、うん、自分なりのものをまた改めて作って、うん、園見学行くときに持ってって、これはどうなんですか、なるほど、これはじゃあどうなんですか、なるほどみたいなことをしてもうなんかちょっと伝説みたいな感じになっちゃって申し訳ない部分もあったんだけど、うん、そう、でもそのタイミングで聞けることは全部聞かなきゃと思って、うん、そうだね、こう怒涛の勢いで質問を繰り返して、うんうん、情報収集してた。そう、 うちがこう特にこう聞きたいなって思ったこといくつか挙げてみると、うん、2人ともがっつり仕事をすることになるので、うんうん、その保護者が参加しなきゃいけない系の行事とか、うん、委員会とか、うんうん、そういうのがどれだけあるかとかっていうのは結構気にしてたし、うんね、おむつを持って帰るのかどうかとか、うんうんうん、園指定の持ち物っていうのがどれだけあるのかとか、うん、なんか自分で手作りしなきゃいけないものとかがあるのかとか、うん、そういったところを結構気にして聞いてたかな、まあ、あと送り迎えは車でも行けますかとか、うん、この着替えを結構持って行ったりするんですけど、うんうんうん、それを玄関前でバッグごと預けられるのか、うん、それとも園の中まで入ってで、そのセットしなきゃいけない、うん、箱の中に全部こう入れていかなきゃいけないのかみたいなところを聞いてね、うん、まあ、大体の園はセットしてくださいまでだったんですけど、うん、いや本当毎日送り迎えするだけじゃないんだなと思って、ね、本当だよね、うん、いらっしゃいじゃないんだよ、いやそうすごくない、ね、保育園に連れていくって大変なんだなって思ったよ ね、うん、ね、まあ、なので、まあ、そういう こう自分たちの方針的にこう大事にしたいポイントと、うんうんうん、まあ、それにプラスアルファしてその園の方針、うん、だってのも結構なんかさ、うん、日本の文化を伝えていくことを大事にしてますとか言ってさ、うん、二層作りますとか、うんうん、そういうのをすごく重要視してる縁があったりとか、うん、すごいこう習い事というか英会話とか音楽とか、うん、そういったものとかも預かってる間にやるクラスがあるよみたいなところとか、うん、結構なんかやっぱ特色あるよね、うん、縁によって違いすぎて、いや本当になんかそこは一番大事なところではないかなとは思ってたんだけど、うん、にしてもすごく下がりすぎて、うん、どうしたらいいんだろうって迷いました。なんか初めてさ、うん、その子育てとかをしてて、うん、今こう日々の育児にさ、うん、追われてるだけだったけど、うん、初めて教育方針みたいなものを問われた感があって、うん、なんか
そんなところまでまだ考えられてませんみたいな今この子毎日生かすのに必死なのにみたいなね、急にレベル高いこと聞かれてる感じがねして戸惑いました。そうだね、そう、うん、でもなんかいろんなそういう自分たちの重要視したい項目とかっていうのを、うん、2人でめっちゃ話してね、いや本当にこっちとこっちだったらどっちって、うん、その作ったチェックリストをこう見比べながら、うんね、こっちはおむつ持ち帰りでもこっちはおむつ捨ててくれる、あでもなんか教育方針がみたいな、ね、私なんか保護者めっちゃ行かなきゃいけないそうだろうとかね、そういうのを2人でこう話して、うん、いくつか候補の中で順番を、うん、第1希望はここ、うん、第2希望はここっていう風に決めていきましたね、うん、そうね、でその後はもうひたすら書類を準備する作業だったね。これはもうでもね、ほぼほぼしおれがね担当してくれてたと思うよ。まあそうだね、うん、手続き系作り苦手なの、ね、そう、ちょっと書いた部分もあったけど、うん、8割ぐらいはね、うん、しおりが隙間時間に埋めててくれてて、うん、ありがとうってなった記憶があるわそうだね、うん、まあそういうのはね あるんです、得意な人、うん、そうだねなので私はそのめんどくさい書き物系とかをねダラダラって終わらせるのは結構得意なので、うん、まあ、その書類を作るのは頑張りましたね。で私たちの場合は所属してる企業とかから就労証明書を出してもらうみたいな部分と、あとこう私とかは個人事業として YouTube をやってるとか、うん、その自分の仕事としてやってることに対して出さなきゃいけない資料とで、うん、自営業の人の部分と会社員の人の部分とがすごいね混在してる過程なんですよ、うんうんうん、なので用意しなきゃいけないものがまあ多くてもうね大変だった。単純に倍あったよね。倍あった、うん、なので、まあ、そういったものを集めて、はい、でこう書類を頑張って作って、うん、でそれが合ってるのかどうかっていうのはちょっと心配だったんで、うんうん、役所の人がね事前にこう相談に乗ってくれる仕組みが自治体の中であったので、うん、コーディネーター的な人に連絡をして面談の機会をもらって、うん、で一通りチェックしてもらってこれでこう不備はないですよっていうことを事前に確認してもらい、それであの書類の受付が始まった日にポストに交換っていう感じで提出をしたという感じで無事終わりましたってところだったね。そうだね、あの、うん、コーディネーターさんにお墨付きをもらって、うんで、さあよかったって安心してあとは待つのみって感じだったよね、うん、でしたね。やっぱり保育園の入れるかどうかって点数が影響してくるじゃないですか。それぞれがどれだけこう何時間ぐらい働いてるのかとか、うん、その近所に親族がいるのかどうかとか、うんうん、いろんなことで自治体によってこう点数っていうのがついてくると思うんだけど、実際にその自治体のホームページとかで、うん、行きたい園の去年入園できた人 の、うんうん、あの最低点数が何点だったとか、うん、そういうのがね結構見れる表とかがあったので、そういうのも結構見ながら自分たちの点数を計算して、うん、この園だったら入れそうかどうかとかっていうのもやってみたりしてました。そうだね、うん、とにかく補活というものをゼロから調べて、うん、分からないなりにこう情報を集めてやらなきゃならないのがハードモードすぎて、本当に、ね、この期間、うん、ずっと何かしら調べ物をしてて大変だったから、うん、本当頼れる自治体の窓口は頼りまくっていった方がいいなって思った、うん、本当にね、うん、私さこれもうちょっとどうにかできないのかねと思ったよね。いや本当に本当にまずその書類が手書きじゃなきゃいけないのもそうだし、きっとね保育園見学も毎回毎回保育士さんは同じようなこと聞かれてると思うんですよ。絶対みんなにおむつは持ち帰りますからそうみんなに聞かれてるじゃん。保育園ポータルサイトみたいなのが欲しいねってつく人ずっと言ってたんだよね。本当にもし電子化が難しくても自治体からチェックリストがもう出て、うん、その同じチェックリストを各園がうちはどうおむつ持ち帰り、うん、みたいなやつを書いたやつを印刷して、うんね、保護者に配ってくれるだけでもお互いの手間違うじゃんって思うんですよ、ね、うん、どうしてこれはずっとこうなんだろう ね。いやきっと現場の人はもう忙しくて、うん、そういうことを変えていこうってやってる暇がないんだろうなとは思うんだけどね、うんうん、私さきっとこう、うん、親たちもさ、うん、何これめんどくさって言いながらもさ一、うん、回やれば終わるじゃん本当にそれだからさ、うん、それでこうみんな通り過ぎていくんだろうね。いやだからちょっと辛いけど、うん、頑張ったら一回で終わりだから、うん、っていうので何世代もやってきちゃってるからね。いや本当にそう、うん、でも次世代のために誰か本当にね思ったよね。うん、だから本当にでもそのチェックリストとかを作って、うん、こう知り合い周りで共有したりするのは、うん、今回身をもって助かったなって思ったから、うん、本当だね、そういうのができるとまあ保護者の中でだけでも助かるかもしれないね、うん、確かに確かに、うん、いやでもまあとりあえずはね、うん、その書類提出が終わって、はい、まあ、年明けに結果っていうのがやってくるのをまずは待つっていう段階なんですけど、ね、うん、どうしようも入れなかったら、ね、入れなかったらどうしたらいいんだろうねもう陳情出しに行く陳情出しに行くか議会に議会に行くんだ
その地域の議会保育園入んなかったんですけど言いに行くしかないから、うん、いやでもそれぐらいね切迫した状況だよね。いや本当だよ、うん、なのでね、うん、まあ、入れますようにと祈ってる段階ですけど、うん、皆さんはどうですかね、包括されていた方々終わりましたでしょうか。春までの結果をね、はい、ドキドキしながら待っていきたいと思います。一緒に祈って待ちましょう。はい、ということで今回は私たちが取り組んだ保活についてお話をしてみました。何か参考になったでしょうか。か違ったこの動画良かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。